皆さんこんにちは、ひとみです。今日はですね、私のまつげの生やし方、どうやって生やしたかっていうことをお話ししていこうと思います。ていうのも時に私のまつげはこんな感じのまつげになったり、あと時にこんな感じのフルのまつげになったりとか、すごくムラがあって、なので今回の動画は2つのことをお話ししてきます。まず1つは、私がもともとね、ずっと患ってる、これは病気ではないと思うんですけど、癖があって、その癖の克服方法をまず1つ話してきます。で、2つ目にまつげがどうやって生えたかっていうことを話していくので、1つ目の癖は抜毛症っていうものなんですけど、なのでそれに興味ない方はこの2番のところから進んでください。多分1番がすごい長くなっちゃうと思うので。はい。ということで、早速やっていきたいと思います。で、前回のまつげをくるんと上げる上げ方の動画ご覧いただきましてありがとうございます。で、今日はね、全く同じ日に撮ってます。いつもは、仕事前とかにささって撮るので、結構15分とか20分とか時間がなくって、わーみたいな感じなんですけど、今日はね、ちょっと時間があったので、さっきと服はね、全く同じなんですけど、髪の毛だけちょっと、巻いて、リップだけちょっと色つけて、はい、やってます。ということで、早速やっていきましょう。で、まずその一つ目の、私がもともとずっと患ってるって言い方はちょっとあれなんですけど、癖が、中学1年生から今30歳なんですけど、ここまでずっと持っていた癖、抜毛症っていう癖です。で、これが今まで多分ちゃんと話したことはないのかな、コメント欄とかで質問もらって話したりとかはあったんですけど、多分動画でちゃんと話したことがないので、ここで話したいなと思って、でそういうのがメインで今この動画を作りました。で、それは多分ご存知の方もいらっしゃるかと思うんですが、どんなものかというと、自分のなんかストレスだったりとか、あと知らないうちに、でも信じられないと思うんですけど、にまつげとか眉毛、髪の毛とか、あらゆる毛をね、プチプチ抜いてしまうんです。そうで、これをずっと中学生の時から患っててっていう言い方はあれなんですけど、そう思っていて、本当にね、ここ1ヶ月前ぐらいまではかなり定期的にまつげ抜けちゃったりとか、なので私の実際の仲いい友達とか家族とかが、今見てくれてる友達とか家族とかは知ってると思います。結構まつげがなかったりとかする時期がすごく頻繁にあったりするので、特に中学生時代とかはもう全滅、髪の毛もあと高校か、もう髪の毛もエクステをつけてたので、それが気になってっていうのもあって、なんか結構抜いてるので、ガーって全体的に円形脱毛症になってしまったりとか、あとまつげもほぼ全部抜いて残り3本ぐらいとか、ありえないでしょ。そう、そんな感じだったりとか、眉毛もここら辺の目頭の方はあるんだけど、ここがもう全部なくって描くみたいなことをやっていたので、結構毛の歴史って言ったらあれなんですけど、がね、あるんです。で、最近は、この1ヶ月前まではずっとそれが続いていて、それもあって、なかなか私の動画って見てくださってる皆さんは、私の動画は YouTube じゃなくて iMac 動画、レビュー動画、あとたまに旅の動画とかを出すじゃないですか。で、多分 iMac 動画で、来てくださってる方、見に来てくださってる方が、ちょっと待って、君はすいません、今日もいるんですよ、この子がずっとね、下でくしゃみしたりペロペロしたりしているんですけど、どこまで話したっけ、あ、そうそう、アイメイクの動画から来てくださってる方が多いんじゃないかなっていうふうに思います。だけど私の動画ってなかなかアイメイク動画出ない時とかあるじゃないですか。3ヶ月とか普通に4ヶ月とか出ない時あるんですけど、それがね、この抜毛症っていうのがあってっていうのが理由でした。結構まつげを、最近は髪の毛はさすがにもう抜かなくなったんですけど、まつげをね、結構がっつり抜いてしまうので、本当にスカスカになっちゃって、だけどほら、今とかってつけまつげがあるから全然隠せはするんですけど、やっぱりこうアップの私の目の動画ってかなりアップが多いじゃないですか。なのでそうすると本当にまつげがね、一部分ごそってなかったりするので、それで上げられてなかったです。で、そしたらここからはどうやって直したかっていうことをお話をしていきますね。で、これ抜毛症じゃない方で今ここまで見てくださってる方は本当かよって感じなんですけど、本当にね、驚くぐらい抜いちゃうんですよ。
あの、うん、私も不思議なんですけど、で今まででもなんかそれが結構癖で当たり前ってか、それが習慣化してたので、あの全然直す気がそもそも直したいなと思いつつも、なんかそのこのね抜く時のプチっていう感じがすごい好きで全然直せなかったんですが、直せた方法があって、それがあのちょっと調べたら、これはね、あの本当かはわからないんですけど、あの女性の場合は生理前に結構もともと抜毛症の方はまつげとか毛を抜きたくなる、あの衝動に駆られるらしいです。でそれを知って生理前に抜くことはかなりなくなりました。あのほとんど今回てかちょっと前に治ったばっかなんですけど、それはかなり治って、あ生理前だからなんだ、じゃあやめようってなって、なんかふってなるようになって、あともう一つ生理前じゃない時にも全然もうほぼ毎日ぐらいこうまつげとか抜きたく私の場合はなっちゃうんですけど、それをやめられた方法は紙に書くことです。めっちゃ簡単でしょ。だけどね、あの本当に抜毛症を患ってる方は多分難しいんだと思うんですが、これで私はあのかなり軽減しました。で、あの特にこの抜毛症を私が治した方法としては、あのメモに書くことです。それをやることで利益っていうか、いいこと、まつげを抜いちゃったりとか毛を抜いちゃうことでのメリットとデメリットをメモに書くんです。もうめっちゃ簡単でしょ。でもなかなかねやめられないんですそうだけど、あのそれを書きました。でバーって書いてったらメリットが1個しかなくって、それがそのプチって私が抜く時のそれがすごいなんか爽快なんですよ。それだけがメリットで、あとは私の場合もうデメリットしかなくて、っていうのも例えば私の場合 YouTube やってるのでアイメイクの動画が出せないと、とかあとパーツのモデルとかをね他の会社の方の時とかにやる時にまつげがないからその仕事ができない、イコールお金も稼げない、もらえないから給料がないとかも本当にマイナスなことばっかりで、あとはあのすっぴんになった時に結構まつげとか眉毛がないと結構テンションが私の場合下がっちゃったりするので、なんかもう本当にマイナスなことしかなくって、それを頭で考えるだけじゃなくって実際に文字に書き起こしてみて見ると、あこんだけなんかマイナスなことしかないんだったらメリットも一個はあるけどでもやめとこうみたいになって、それでね、あの結構ガチでやめられ、やれ、まあ、まだってないけど、あのやめられるようになりました。だからあのもしかしたらこの抜毛症を同じく持っている方は私的かもしれないけど、あの一回やってみてみてください。あの私はこれで本当にこんな簡単なことでこの何十年も悩んでたことがやめられるんだっていうのがちょっとびっくりしたぐらいなんですが、そうあのやめられたので、うん、あのぜひやってみてください。でそれでね、そしたらじゃあこの2つ目のどうやって生やしたかっていう、生やせたかっていうことを話していくと、まあその今の、 あの紙に書き出したっていうのもあるんですけど、もう一つはあの学生時代によく眉毛めっちゃ抜いてた方とか、まあ私もなんですけど、なかなか大人になって生えてこなくないですか？そうだけど、あとは私の場合だったらあのまつげもめっちゃ抜いてたのに今なぜこんなに生えてるかというと、あの今使ってるまつげの美容液です。あのこれもともとすごい前の動画の時、前のかなり前の動画の時にもう何回かお話をしている通り、もともと私ケアプロストとか、あとなんだっけリバイタラッシュとかルミガンとかを使っていて、でね、あのリバイタラッシュはハワイで買ったんですけど、その後のケアプロストとかルミガンはケアプロストをはじめあの大阪堂っていうあのネットのところで買って、でそしたらその後にあのその動画かな、それを見たあの大阪堂の方があの連絡くださって、なんか他にもし興味があるのがあればみたいな感じで、今この使っているモデラッシュっていう美容液というか育毛剤なのかなをいただいたのがきっかけで、そこからもうずっと愛用しているんですけど、あの今言った通りケアプロストルミガンってすごい有名じゃないですか。でこの2つもね使ったんですけど、ルミガンはあんまりっていうか全然わかんなかったんですよ私の場合で。ケアプロストは確かに長くなるかなっていう感じだったんですけど、今のモデラッシュ、このモデラ今使ってるモデラッシュが一番なんか長さとかあと量がバンって増える感じだったので、それであのまつげが伸ばせるようになりました。なのであの本当にひどい時、特にちょっと前の一番でもないけどもっとひどい時はたくさんありましたが、本当にひどい時がこれで、で
今がこれなので、すごいでしょ。もうあのもともとあの長さも、私今こうやってあのまつげ結構あの長いですねとかコメントでねいただいてとっても嬉しいんですけど、これはね本当にマジで美容液のおかげで、もともとは結構短いんですよ。そんな長くない、あの今の長さよりも半分はない、半分までは短くないけど3分の2ぐらいまでの長さしかなくって、そんなので美容液を使って伸びいました。だからあのもともといただいてるので、 もしかしたらそのほらいただいたものとかのあれが嫌だっていう方もいらっしゃると思うんですが、まあこれはね全然スポンサー動画とか PR 動画とかではないので、あのガチで私が伸びたものなので、今回はあのご紹介っていうかお話をさせていただきました。だからそれ以外でね、まあ食べ物とか定期的にっていうかちゃんとした生活を送るのももちろん大切だと思うんですけど、そう美容液が一番大きかったかなっていうふうに思います。でそうだ、あの美容液のこと話すのすごく久しぶりなので、ちょっとあの間が前に出した動画との間が空いてしまったので注意点もお話をすると、2つあって、1つは色素沈着があります。結構私の場合は赤くなったりするので、週に1回とかしか使ってないかな、それでもあの結構わかるかな、あのボンって伸びるのが。であとは目の中に入ってしまうと、なんかね私朝起きた時、多分夜寝る前に塗って目の中に液が入っちゃって全然染みないんですけど、で朝起きるとなんかちょっと目が腫れぼったく、ほらあの前の日に泣いちゃって目が腫れぼったくなるみたいな時あるじゃないですか。そんな感じでちょっとね目が腫れぼったくなったような感じがあるので、それは美容液のせいかはわからないんですけど、なのであの目の中に入らないようにはあの気をつけてやるようにしてます。だけどそれ以外だから、色素沈着気になる方はちょっとあれかもしれないんですけど、私の場合はその効能の方が結構好きなので、それであの一回紹介してもらってからすごい気に入って、もうずっとずっと長く使っているという感じです。はい、ということで今回はまつげの生やし方と抜毛症の治し方のお話をさせていただきました。なんかすごいランダムな動画だったでしょ。とてもあのなんか多分抜毛症の方いるのかなっていうぐらいだと思うんですけど、あのしかも超簡単だったじゃないですか、治し方が。なのででも私の場合は中学生からこの30になる、本当にこの長い間ずっと悩んできて、こんな簡単なことで治るならもっと早く知りたかったっていう感じだったので、まあいないかもしれないけど、もしかしたら同じ悩みを抱えてる 0.00001% ぐらいのあの皆様がね、あのもしいるとしたら、その方の参考になればなと思って、あのメインでこの動画を作ることにしました。美容液の詳細は下のリンクのところに貼っとくので見てみてください。ということで、すごくランダムな動画を見てくださってありがとうございます。また次回の更新でお会いしましょう。それではバイバーイ。